こんにちは、ももいみだ。はい、ということで今日はですね、私の一日ママ体験の企画でございます。最近はちょっとストレスが溜まっていて、子供に癒されたいなと思って、あ、この企画やろうそういうふうに考えましたが、私も子供が好きだし、いずれママになるわけだし、今のうちにちょっとママ体験をしたいなっていう気持ちもあるし、世の中の男性で子育てをね一緒にしない男性とかもたくさんいるって聞いているので、私が代わりにママ体験をして、どんだけママが大変なのかっていうのをお伝えできたらいいなと思います。今日は早速視聴者さんのお家に伺うんですけど、お姉ちゃん来たね。お姉さん待ってるよ。待ってるよ。バイバイ。ママに。しっかり癒されながらママ体験もしていきたいと思います。声聞こえる。こんにちは。はじめまして。ありがとうございます。お邪魔します。あのプレゼントがあって、おぉ本当にいいものじゃないけど、はい、あら明かり、明かりも、うん、そう、3人に、ありがとうございます。開けて、開けて、わかんない、聞いたか。お姉ちゃん、今の子が何が好きか本当にわかんなくて、そう、お菓子なんだけど、お菓子いっぱい買ってきたの。あ、本当これ好きですか？なんか今、アニメとか何見るか全然わかんなくて。これ作ろう。説明書破っちゃった。破っちゃった？あ、でも大丈夫大丈夫、お姉ちゃんが見る。お兄ちゃんはお名前なんて言うんですか？甲賀です。甲賀くん、名前は？あかり。あかりくん、うん、え、かわいい名前。赤ちゃんの名前なんて言うの？レイラ。レイラ、かわいい。上手上手。あかりもやる。オッケー、うん、じゃああかりくんはハンバーグ作る、うん、ハンバーグ作る、うん、あかりもじもじ、もじもじして、はい、指で、うん、指で押して、ギュッギュッて、できた、できた。そしたらパンを作ろう。パン作る、パン、これだ。パン、そう、おいしい。え、もう食べてるの、あかり。ダメだ、食べちゃまだ。出来上がってから食べる。違うよ、ペロンってやっただけ。ペロンってあるんじゃねえ。お姉ちゃんすごい早い。でしょ？うん。よし、できた。すごい。このパンの上にハンバーグ乗せて。パパコーン。はい。いったもの、これも。お、おじちゃん。チーズ乗せたら、この上にケチャップだって。まあ、2個作ってた。はい。おならしちゃった。おならしちゃった？いいよ。私もね、よくおならするから。おならしたよ。きつい。なんでそっち向けですんだよ。コーラも。あー、コーラ大好きだ。コーラだ。ね、本当にハンバーグ。美味しい。なんか全部飲んじゃいけ。美味しい。おーおー、美味しい。チョコも。偉いね、ちゃんとお掃除して。あ、ハンバーグはいつもだよ。だよね。あ、さっき宿題寝れなくてよかった。え、宿題？え、一緒にやろう。え、お姉ちゃんね、実はね、めっちゃ頭いいんだよね。見えないじゃん。こうが、あかりが自分でやるって言ってたんだけど。やばい。おいしい？おいしい？
てるね。ももちゃん、ありがとう。嬉しい。なんかもうストレスがなくなる。あ、ここからね、ロボット。お休みしてたからわかんない。あ、お休みしてたの？一日だけじゃん。ゆうのブロックは何個ありますかって。ここ正解で1が、うわ、見て見て美味しいよこれ。見て、ママに聞こう。ママ宿題が分かりません1年生の問題なのに合計を書くんじゃないのかな。そういうことか、うん、何してパパ全部の数だって。うん、10が8個と8が7個。ここまで教えていいのか分かんないんだけど、さあももちゃんと一緒にボールで遊ぼう。ね、宿題終わったら遊ぼう。早く。早く。よし、できた。イエーイ。おいしい？おいしい？レイちゃんのチャチャ。はい。レイちゃんチャチャ飲みますか？一人で飲めるんだ。おいしい？おいしい？イエーイ。友達いるの？今からプラレールを作ります。イエーイ。作ろう。難しい、できない。はい。なるかな。赤ちゃんが。このまま下ろしてっていいんですか？レイちゃん。レイちゃん頑張って。ずらしちゃダメだよ。ずらさないで、ちょっと待って。あ、にゃー、うん、こうぐらいでいいって。やめろ。あかりみたい。あかりおつらいる。できた。じゃあもうちょっとだけ持ってて。もっと上げた方がいいんじゃない？うん、あ、お腹。にすごい、お尻ちっちゃい。あれは大きい。大きいよ。あかりくんおしっこしたの？おむつ変える？やるか。イエーイ、映ってるよ。鬼ごっこします。あかりくんは全然隠れる気なさそう。隠れ鬼です。タッチさん負けだよ。タッチさん負けだよ。いいの？やばい、ババア疲れた。ウィーって抜けた。タチ。タチ。タチ。私も来たよ。
疲れた。怖かった？怖くなかったよ。もう一回やるの？すごい。そんなことできるの？大丈夫だよ。大丈夫？できるよ。すごい。じゃあ明るいのお家に公園行ったらどこ？はい、ということで1日ママ体験やってきたんですけれども、もう率直な感想から言わせていただくと、めちゃくちゃ大変でした。大変っていうほどなんか私何もしてないんだけど、なんだろう、なんか3人お子さんがいたから、3人のお子さんを同時に見ないといけないわけじゃん。めちゃくちゃ大変だなって思いました。今その3歳の子がイヤイヤ期で全然言うこと聞かないってママが言ってたんですけど、あ、そういうのもあるんだなと思って、やっぱ大変だなって思ったし、ね、兄弟喧嘩始めちゃったりとか、はあ、これが毎日かと思って、めっちゃママ大変だなって思いました。もう本当にママたち超尊敬って思いました。で、今回行ったご家庭はパパもすっごく子育てに積極的な方で、赤ちゃん連れて一緒に買い物行ってたりとか、赤ちゃん寝かしといてあげたりとか、休日家族みんなで公園行ったりとかしてるらしくって、あ、なんかそういうパパだったらいいなって思いました。そういう人と結婚したいなって思いました。全速力で鬼ごっこしたりとか、抱っこしてあげたりとかして、なんか次の日めっちゃ筋肉痛で、体力もいるし、なんか本当に大変なお仕事だな。なんかお仕事、子育て、お仕事って言ったらあれかもしれないけど、でもなんかその子育ても主婦業もめちゃくちゃ大変なお仕事だなって思って、今回経験できてよかったなって思いました。ご協力してくれたご家族の皆さん、本当にありがとうございました。また会いましょう。じゃあねー。